おはようございます。デコママです。今日は20年前に起きた里親トラブルについてのお話をしていきたいと思います。わかめちゃんと一緒に来ないけど、デコペットチャンネル。20年ぐらい前になるんですけども、私が25歳ぐらいの時に飼っていたワンちゃんが亡くなって、ちょっとした頃ですね、お世話になってた動物病院から電話がかかってきて、動物病院の前に捨てられているダックスフンドがいて、里親になりませんかって言われて会いに行きました。人間に対して臆病なタイプのダックスフンドがうーってうなったりすることもあるって聞いてたんですけど、私はすぐに慣れてもらえて、で家族に相談したら、その時私結婚してすぐだったのか、結婚するちょっと前だったのか、ちょっと忘れましたけど、私が飼うっていうよりは実家のお父さんと、やっぱ妹とかお母さんとかが飼うっていう話で連れてきました。1週間くらいかな。私以外の家族にはうなったりはしないんだけど、近づいてはいかないタイプの子でしたね。そのうち妹とかお母さんとか女の人には大丈夫になって、でもなんか結構長いこと男の人に対してだけはちょっとイマイチで、特に足から近づくとダメっていうのかな。私でもあっても、こう足で、なんていうのかな、こういう風に犬にこう迫ったりするとダメ。しゃがんで、どうしたどうしたってやれ。で、こういう風にやって近づけば大丈夫。そんな感じのワンちゃんでした。ところがね、男性陣にも懐いて、1ヶ月ぐらいした頃に、また電話がかかってきたんですよ。その電話の内容っていうのが、そのワンちゃんの飼い主が現れたという話でした。高いお金を出して買っただろうから、飼い主が現れたんなら返さなきゃいけないねっていう風になって、で、ワンちゃん連れてワカメ来てくれた動物病院に行きました。その子のために買った洋服とか、私は結構ね、張り切っちゃってじゃないけど、初めて小さい犬がうちに来たからもう嬉しくなっちゃって、いっぱい何着も何着も洋服縫ってってたんで、それも全部持って、あとそのところね、一眼レフのカメラを買ったばっかりで、50ミリの単焦点とかで、ね、もう写真撮りまくってて、いいやつを大きく引き伸ばしたやつがあったから、それも持って行ったんですね。そしたら当時私と同じぐらいの女の人がいて、ミッキーって名前で呼んでたんですけど、チョコって名前だったらしくて、チョコって呼んだらすごい嬉しそうに寄ってって、あ、この人は犬なんだなっていうのも間違いないなって、探していた犬が見つかったって話だったから、よかったですね見つかってって言って、こう私もなんかやっぱり1ヶ月飼ってたから悲しくて、わーわー泣いて返したっていう。ところがその後にルイザのちょっとおかしい点があるから、ちょっと待っててくれって言われて、どうやらいなくなってしまった犬を探していたんではなくって、動物病院の前に捨てたというか、飼えなくなって置いていってしまったのが彼女自身だった。それからしばらく経って、自分が飼っていた犬はどうしたんだろうって気になって、ここに犬がいませんでしたかっていう風に聞いちゃったらしい。まあそういう風に聞いたら、なんでそれ知ってるんですかってなるし、なんか探していてとか、もう取られちゃってっていう、こうどんどん嘘が出てきちゃったんだけど、飼えなくなって動物病院に置き去りにしてしまった犬だった。なんかこう男の子と一緒に暮らしてて飼ってた犬だったんだけど、お別れしたのかな、わからないけど、動物が飼えない環境に行くことになって置いていかれたんだということが判明して、お返しするっていうんで家族全員考えが一致していたんだけど、獣医さんの方で一度捨てた人には返せないという話になって、結局うちが引き取ることになって、写真だけはもらってもらったっていう。その後15年か、推定3歳ぐらいだったので、まあ18歳ぐらいだったんですね。獣医の先生はまず敷地内に犬が2匹捨てられていて、まずは警察に届けるわけですね。遺失物、これね、動物愛護法、遺失物法なんですよ。動物っていうのは所有者がいて所有物ってことになってるので、動物を拾った場合は遺失物法に従わなきゃいけないんだよね。こっちは載ってるのか、これちょっと古いんだけどね、今は昔変わってんかもしれないけど、まず動物を拾った時は警察に届ける。カバンとか物を拾って警察に届けますよね。で、3ヶ月すると落とし主が現れなかったので、あなたのものになりますって拾得者が言われる。それが動物の場合では特別に2週間元の持ち主が現れなければ拾得者のものになる。所有権が元の飼い主から拾った人に移行するですよね。だからやっぱ捨てられた動物を拾ったりした時はまずは警察に届けないと、その後に私の動物だって言われた時にトラブルになりますよね。
まあ、動物の里親になる時にそのワンちゃんの場合は最初に男の人になれにくいって話をしたんですけど、男の人の足を特に嫌がってて、実は2匹捨てられてたんで、うちに来たミッキーちゃんとチーズーちゃんもいたんですけど、全然違うところで暮らしてるのに、なんか男の人を怖がるよって話と足を嫌がるよっていう話と帽子が嫌いみたいっていう話をしたら、すごい共通点があって、元の飼い主の女の子にはすごく慣れてたんですけど、一緒に暮らした男の子がいたって話だったので、これは憶測なんですけど、まあ、蹴られてた可能性があるねって言って、結局ね15年うちで暮らしましたけど、最後までなんていうのかな、だから信じてくれてるんだけど、上目遣いでちょっと伺うような顔をするっていう癖は15年結局抜けないままでしたね。今日は20年前の里親トラブルについてのお話でした。あーすごいね。ではまたね、バイバーイ。